こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はワールドオブファイナルファンタジーやっていきます。フィガロ城からでっかい橋ってどこということで探しに行くんですけど、いまいち出方がよくわかんない。むむむむ、こっちなのかな。ちょっと話しかけてみよう。エドガー、ミッドガルはすっかり眠りについたようだな。お、ミッドガル。ああ、このフィガロ城の地下、君たちが入った場所のことさ。あの地下刑務所の名前なのか。名前あったんだ、まあ、実際刑務所としては使っていないがね。ん、あ、何それ。こんな小さな国にあんな大きな刑務所はいらないよ。地下であった人間は城の兵士たちの変装だ。え、マジで。通りで安く物を売ってくれたりしたわけね。優しいね。このフィガロの城は、うん、代々王位と共に受け継がれてきたものなんだが、うん、浮き沈みできる謎に興味を持ち、10年前にあの地下を見つけたのが私だ。あ、そうなんだ。そして神羅に協力を仰ぎ調査を始め、魔鋼というエネルギーを使って動く、うん、ミッドガルという名前の施設だと分かった。しかし地下には多くのミラージュが住んでいて、うん、さらにある日調査のために持ち込んでいた神羅の機械が意志を持ったように人を襲い出した。そんな危険な場所の上、この城を動かす動力源がある場所だからな、遠方はもちろん他の誰も入れない場所とする理由が欲しかったわけさ。あ、そういうことだったんだ。なるほど。で、出口はどっから出るんだろう。こっちでいいのかな。行ってみよう。あ、上来ちゃった。どっから降りるの？どっから降りるの？あ、こうやって降りるのかな？なるほど。ダメだ。迷子。違うよ。下にね、行きたいんだ。でっかい橋に行きたいから、こっちで合ってるのかな？あ、出れた。よし。ではでは、ちょっとかっこいいよね。砂漠エリアを出ましょう。よし。第16幕ビッグブリッジの下。来た来た、16幕。ビッグブリッジは西の方って言ってたね。うん、超巨大大橋って。何かな。あ、向こう。楽しみなのです、そうそう、ここのね、真ん中のところ行ったところが、取れてなかったとこなんですよね。いやー、失敗してしまった。よし、ではでは行ってみよう。あ、すごい大きい橋見えてきた、見えてきた。え、上に続いてるの。おや、上に行くの。空。お、向こうに見えてるのがあれか。すごい。すごい橋なのです。うん。まさにビッグブリッジって感じね。ビッグブリッジに入ってみます。ビッグブリッジ。ちょっと行ってみたかっただけね、今。すごい。え？歩いていくの？これ？こんなに？長いのに？歩いていくの？おや？上まで行くの？そこね。変装。なのです。サボテン来ないかな。こんなすごい橋、一体どんな人が作ったんだろう。なんか周りにその宇宙語みたいなのが書いてあるって。後ろ後ろ、人が呼び出したの。エイコ、かわいい。なにそれ、服。私はエイコ、この橋の管理をしてるのよ。かわいいぞ。橋を渡りに来たのよね。うん、そう、ね、さっきこの橋は作られたんじゃなくて呼び出したって言ってたけど、それってこの橋の本当の名前はアレキサンダーって言う。アレキサンダーなんだ。大ミラージュビッグブリッジアレキサンダー。そう言われれば橋そのものからミラージュの気配がするのです。アレキサンダー。マジで生きてるのこれ。でっかー。だから召喚師のエイコが管理してるのよ。あ、エイコとも召喚師なんだ。召喚師ってすごいんだね。すごいね。エイコが呼んだわけじゃないけど。ねえ、かわいい。一つ聞いていい？
何？あなたたち、噂のおかからの大人？あや。すっごい噂。ええ、多分。多分だけど。おおよじゃない。え、後ろ待ったことしてる。何？羽ついてる？ねえねえ、羽ついてる？見たい。羽ついてるよね。本当なら。ちょっとまさかあなたたち破滅を導くわけじゃないわよね。どういう意味ですか？みんな赤の予言ばっか読んでるから知らないかもだけど。うん。青の予言じゃ、丘からの大人はクゼか破滅の分岐ってちゃんと書いてあるの。あ、それ聞いた。そういえば、うん、セーラ姫が言ってた。セーラ姫もそんなことを言ってたかも。うん、マジで聞いてなかったの？覚えてなかったのです。え、今のはちょっと私でもびっくりした。この橋使わせていいのかしら。いいのかしら。いやいや、きっとそのクセの方に分岐するんじゃねえかな。何言ってんの。クゼね。クゼ、何する。まあ、どうせエコがどうしようと予言が変わるわけないのよね。お、いいわ、行きなさい。でも破滅は導かないでよね。後ろまたまたしてる。努力します。かわいい。このアレキサンダーさんはどうやって上に送ってくれるのです。そこだよ、そこに乗ってアレキサンダーを起こすわ。あ、起こすの。起こす。普段はぐっすり寝てるのよ。あ、そうなんだ。だからエイコがちょっとだけ起こしてあげるの。さあ、乗って乗った。なんか怖い感じがする。およ、で、なんでここにセーフポイントくんがあるの。ちょっと踏んできたいよね、こういうのね。踏みに来ちゃった。やれきさんだ、上行くのにまさかなんか飛ばされる予感がするやつだよ。飛ばされる予感がするやつだよ、これ。違うやつ。そんなことない。しっかり捕まってなさいよね。ほら、やっぱり。おい、いつでもいいぜ。捕まってないです。捕まよろしくね。出ない。え、あそこに倒すんだ。おー、かっこいい。起動音がします。起動音がします。絶対やばいやつだ、これ。なんかちょっと見ない。やっぱり乗ってみて。アトラクションでも私絶対キャーって同じ顔してる。これタマちゃん、いってらっしゃいね。ゆるいな、この子でも可愛いな。それでそこにいるあなたも橋を渡りたい口かしら。あ、羽根つき。いや、私が用があるのは貴様自身だ。あ、フェンリル、かっこいい。やはり幻獣か。私を見てもなお戦うか。フェンリル、あなたはエコと一緒だよ。一緒だよ。うん、まあいい。せめてあの娘のミストドラゴンよりは楽しませるんだな。リディアさんの。リディアのこと。あなた、リディアをどうしたの。貴様が知る必要はない。何？え？そっちに移るの？え？落ちるだけじゃなくてこんな仕打ちもあるなんて。流されるだけじゃなかった。終点ですか？ん？途中で止まってるような気がするけど。違うみたい。え？かわいい。アレキサンダーさん、もしかしてもう寝ちゃったのです？おいおい、ここまでしか分かってない。まさかこっからは徒歩しかないみたいだね。歩くんだ。マジで？よし、頑張ろう。歩く。あ、ゲートある。歩くんだ。先は長いってやつですね。とりあえず上までは行ってみようと思います。
き。これどうやって進むの？参ったな。どうやったら進めるんだ？そうなんだ。どうするのさ。え？チョコボだ。調べる。上に乗るんかい。できた。で、教えてくれてありがとね。助かったよ。助かりました。気にすんな。俺はバッツ。で、こいつは相棒のボコ。バッツとボコ。バッツ、ボコ、チョコボのボコか。ところで、ここらで俺の名前をつぶやきながら人を襲ってるってやつがいるらしいんだけど。え？まさかあんたたちが。いや。え？いえ、バッツさんの名前今初めて聞きましたし、うん、初めて聞きました。そっか。いや、そんなやつがいるらしくてさ、うん、噂を聞いてここまで来たんだよ。自分の名前をつぶやきながら人を襲っている人がいたら気持ち悪いのです。だよな。うん、まタマの場合はたまたまつぶやかれてる場合が。0点。そんなシャレは0点なのです。怒ってるよ。マイナスって感じ。マイナスだと思う。またマイナス。うん。上に行くのか。はい、そうです。そうなんです。じゃあ俺もそっちに行くかな。お、旅は道連れってね。3人で上に行ってみたいと思います。行くぜ。また出てきた。おお、こんなところで。そしたら乗せ乗せしてるから、あ、ガじゃなくてもいいよね。お前らでいいんじゃない。戦う。ひゃーひゃー。サイボーだ。危ない危ない。よし、オッケー。でも炎に弱いっていうことが分かった。またここもちょっとハイポーション使って、ちょっとね。よし。痛い。ファイヤービーム。したら、ケアルだな。よし。やめてほしいのです。強いのです。アビリティ。ファイヤー。巻き袋は入ってるんだけどな。いった。え、ユノンってこと。フェニックス跳ねなかったっけ。あった。よし、オッケー。乗せ乗せからのファイアービー。結構入るんだけどな。ケアル、痛いよ。ケアルしたい、ケアルしたい、ケアルしたい。よし。ふう、戦う。なんかね、いろいろ持ってるアイテムがあるんですよね。確か、あ、これ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 、これは終わりだ。やったー。まあ、こんなもんだな。ボムの塊かけなのあって、たまに使ってみたりしたい。よし、行ってみよう。頑張る。いいんだよね。こっちか。ここだ。ほい、調べる。ひゅー、青くなってる。なんかいる。あの、なんか来た。あ、ジャンプ装置を利用しよう。バッチに教えてくれたジャンプ装置はビッグブリッジの至る所にあるみたいなのです。敵の妨害を避けたりもできるからうまく使うといい。はい、逃げるのです。これ、あそこで終わりなんだ。え、行けなくない？間に合うのこれ？危ない。意味がわからないのです。あからさに。やばい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 。
行くぞ。やるしかないね。いやもうこれはもう最初はあれでしょ、戦うとかじゃなくマックス回復したいやつ。マックス回復はできん、やばい。でもそれやめてほしいな。っていうことはレーザードも使えるけど、とりあえずブリザードしてみようかな。で最後だけ、あ疲れてる、これなんかさ腰が低いのか疲れてるのかよくわからん。この子たち超カカカン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 、やめてください。強いね、強いな。いやファイアービームでもあんまり使いたくないんだよね。ラケット、とりあえずまだ、あ手をつくんだ。これでもう少し、いけないの、まだ。シェルハラン会やば、フラフラしてるじゃん。もうちょいなんだ。ハイポーション、はい。でこっちもだね、ハイポーションしよう。ハイポーション、待って間違えた、やばい、すごいもったいないことした今、やば。いつもどうやって間違えてしまう。こっちもうちょっとしかないのに、少ししかないのに、ハイポーションが少ないんだよ。ってことは、あー落ちちゃう、はい、ビリムだ。よし、とりあえず痛い、ビリムだ。ビリム効くよね、効くね、1300入るもんね、とりあえず。で、アビリティ、何が、ほい、いやー狙われてる、ティモテロ落ちてた。4ある、アビリティ、崖がまだ使えない、フェイスは、あれだけど、嫌だな。やめて、シェル張らないで。シェル張られると、どう考えても、あれじゃないですか。魔法攻撃が、効かんくなってくるじゃないですか。魔導ビームは魔法系だと思うんだけどな。チャーで。あ、乗せ。あ、乗せ。あ、違う、バラバラになってた。間違えてるよ。どうしよう。わあ、バラバラダメじゃねえ、乗せの方がいくね。チュー、超攻撃バリアシステム、とりあえずバリア効くね、やった方がいいな。戦う、はい、魔導ビーム、お願い、魔導ワンは強くて好きなんだけど、もう一体だよ、もうちょっとだ、みんな頑張れ。キャー、ケアある、よし、もうケアあるでしょ。だけどもが、しかし、ほいだ、もうちょっとだ。あーでも戦うしか多分できない。ミスリル巨人なんだ、ミスリルなの、なんと戦う、もうちょっとでしょ。やだー、危ない、ちょ、ほう、後ろ倒れたぞ、やったー、やったー、はぁ、倒れた、よし、アレキサンダーいっぱいいるなぁ。毒のじゃ、これ何、フェニックスの何、あ、めっちゃいける、知らなかった。もう少しだと思うんだ、頑張る。オッケー、これ何、ミミックやだ。お、万能薬買いゲット。ここの先に何が待っているんだろう。まだ進むとか、まだあるとか、あれですか。ん、あー、セーブポイントがある。うわー、上まで来れたー。はい、ということで今回はここで終わっていこうと思います。次回この先進んでいきます。いやー、長かったよー、アレキサンダー。それではまた、See you!